仏教。2TB の M.2SSD が4枚。ロマンじゃ、大富豪の遊びじゃ。カビラボ。皆さんどうもこんにちは。ストレージにはこだわりがあるカキさんです。今回はクレブからクラス C930 というストレージが届いたので、こちらの性能検証とちょっとした実験をやっていこうと思うのですが、皆さんはストレージにこだわりってありますか？最近ではパソコンもゲーム機も SSD が使用されることが多くなってきましたが、昔は主にハードディスクが使用されていましたよね。それぞれのストレージにはメリットやデメリットがあるんですが、今回はそんなストレージの中でも今は確固たる地位を確立した M.2SSD に焦点を当てて見ていこうと思います。M.2SSD の一番良い部分だと思うのは転送速度が高速だという部分。例えば 50GB 分のファイルを今回のクレブクラス C300 を搭載した PC のドライブ間で転送すると、めっちゃ高速でファイルの転送ができるんですよね。これ、動画を制作するための映像データや写真などの細かなファイルが入ったフォルダなんですが、高速なストレージだと転送の待ち時間も少なめ、約15秒で転送が完了しました。こんな感じでかなり高速にファイルの移動ができるんですが、これが HDD とか2.5 インチの SATA タイプの SSD だと結構時間がかかるんですよね。動画編集をしている人やスマホなどで写真や映像を取りためていて、PC の C ドライブに保管していたけどいっぱいになってきたからデータ用のドライブを追加して移動する。ってシチュエーションなんかでは転送速度の違いはかなり顕著に現れてきます。データの転送が少ないのであれば 2.5 インチ SSD でもストレスに感じることは少ないかもしれませんが、こういった時に M.2SSD の速さってやっぱりありがたいなって感じます。最終的な速度はこんな感じで、2.5 インチ SSD と比べると約 7.4 倍、HDD と比べると約 53.8 倍も高速になります。これ、すごい違いですよね。こんなに速度の違いがあるなら使わないと人生を損するレベル。今回はそんな M.2SSD の魅力や使い方を紹介していこうと思います。ということで今回の動画の流れはこんな感じ。はじめに今回使用する SSD の使用確認とベンチマーク。次に実際にファイルを書き込んだ時の速度の確認。最後に M.2SSD でレイドを組んでみたらどれだけ高速になるか？そこをテストしてみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まず、今回使用するストレージは S1000 コアクレブというメーカーのストレージなんですが、このメーカーはあの有名な SK グループの傘下の会社となります。商品名はクラス C300M.2。今回検証に使用するのは 2TB モデルとなります。こちらは Gen4 の M.2SSD となり、先ほど見ていただいた通り高速な SSD となります。本体とは別にヒートシンクが付属しており、ヒートシンクが付いていないマザーボードで使う際にも便利。こちらのヒートシンクは裏面に 3M の両面テープが付いた貼り付けタイプとなっているので、一度貼ってしまうと剥がすのはなかなか厳しそうかな。PC で使うなら熱伝導が高めなサーマルパッドに貼り替えるのもいいかも。ヒートシンクサイズは横幅が約 72mm、幅が約 29.5mm、厚みが約 6.7mm となっており、PC だけではなく PS5 にも問題なく使用可能なサイズと性能となっています。こういうヒートシンクって買おうと思うと最低数百円はするからありがたいね。そして本体の見た目はこんな感じ。片面実装で表面に全てのパーツが集約されているのは冷却面でもありがたいです。コントローラーにはイノグリッド製のハイエンドコントローラーを使用。DRAM には SK ハイニクスの DDR4 のチップが使用されています。この DRAM が搭載されているっていうのが結構重要で、DRAM へ一時的にデータを格納することにより処理速度が向上したり、何度だけに負担をかけないため、寿命面でも良いとされているんですよね。最近は DRAM レスで HMD 採用のストレージも増えてきましたが、個人的にはついてるのが好きかな。ちなみにこの部分に関しては他メーカーの DRAM が載っている画像もあったので発売時期によって変更がありそうです。あとは難度フラッシュ。ここには S1000 コアブランドの 512GB 3DTLC 難度フラッシュを4枚搭載していました。この難度フラッシュにも大きく分けて4種類あるんですが、最近よく使われるのは TLC か QLC ですね。今回のクラス C300 は TLC モデルとなり、価格と性能のバランスがいいモデルとなります。一部の QLC モデルはキャッシュが切れると HDD 並みに遅くなる SSD もあるので、選ぶのなら TLC が無難かな。ちなみに全体的なスペックはこんな感じで、保証期間も5年と長いし、耐久性も 1500TB と長め。これは嬉しいよね。ちなみに販売価格はこんな感じで、激安のメーカーと比べると少しだけお高めですが、あるかわからない保証や故障時の不安に怯えるよりは有名メーカーやその傘下の製品の方が安心だと思います。では、説明はこのくらいで、ここからはストレージベンチマークを実行していきましょう。今回行うベンチマークはこの4種類。はじめにクリスタルディスクマークからやっていきましょう。まずはヒートシンクなしの場合で計測しました。
はじめにヒートシンクなしの場合のアイドル時温度は33度。かなり発熱は低めな印象です。現行の SSD だとアイドル時から温度が高めなモデルも多いですが、これはかなり控えめな感じ。だけど 100% の負荷が続くとやはり温度が上がり始めます。最高温度も84度とかなり上がってしまっていますね。この電池では読み込みは若干サーマルスロットリングが発生する程度でしたが、書き込みに突入すると温度が原因のサーマルスロットリングで性能が出し切れていませんでした。まあ、これは仕方ないですよね。最終的なスコアはこんな感じ。ストレージに連続的に負荷をかける作業をすることが多い方はヒートシンクは装着しましょう。では次。次はクラス C300 に付属するヒートシンクを使用しベンチマークを計測しました。ベンチマーク開始前のアイドル時の温度は32度。アイドル時の温度は付属ヒートシンクがなくても大して変わりませんね。その後は緩やかに温度が上がっていき、最高温度は76度まで到達しました。温度は上がっていますがサーマルスロットリングの発生はなさそう。最終的な結果はこんな感じ。概ね交渉値通りの性能が発揮できていますね。ヒートシンクのボリュームがもう少し欲しいところではありますが、100% を常時使用することはそんなに多くないので実際はもっと温度は低いんじゃないかな。では次。最後はアスロックの Z790 スティールレジェンドに付属するヒートシンクで計測してみました。この場合のアイドル時の温度は29度。ヒートシンクが厚めなのでやはり冷えていますね。そしてベンチマークが進んでいき 100% 負荷になっても温度はかなり低め。最高温度は49度かな。少し厚さがあるヒートシンクを搭載すれば冷やしきれるのがわかりました。最終的な結果はこんな感じ。おおむね交渉値通りの性能が発揮できています。PC で使う場合はマザーボード付属のヒートシンクを使うかちょっと厚めのヒートシンクをつけるのがいいんじゃないかな。では次のベンチマーク。ATTO ディスクベンチマークでテストしました。こちらは SSD の性能が安定しているかどうかをテストできるソフトなんですが、書き込みは 128KB に達したところで安定。読み込みは 1MB 付近で 6600MB 毎秒に達したあたりで安定しピークとなりました。数値が交渉値より若干低い気がするなぁ。このベンチマークは最大速度より数値が低く出ることが多いのだけれど、最終的な結果はこうなりました。まあ、体感はできないくらい速いスピードなんだけどね。では、次に移りましょう。次は H2 テスト。こちらはストレージの容量に偽装がないかをテストするソフトなんですが、有名メーカーなので心配はないと思いますが念のためにテストを実行しました。書き込みデータに差異がないかチェックした結果、テスト結果も何ら問題はありませんでした。当然ですが容量の偽装などはなかったです。では、最後のチェック、HD チューンプロをやっていきましょう。こちらは SSD のキャッシュ切れ後の性能変化などを調べられるソフトなんですが、読み込みも書き込みもおおむね 5500MB 毎秒以上で安定しているんですよね。DRAM も搭載していますし 2TB モデルは大容量なので展開できる SLC キャッシュも多いようです。では、ベンチマークはこのくらいで、検証最後は実際のファイルの書き込みをしてみましょう。では、ファイルの書き込みテストをしてみましょう。今回のテスト環境はこんな感じ。最大限結果を出すために OS やファイルの送り元には Gen5 のストレージを使用しました。テスト条件はこんな感じでやっていきます。では、書き込みを始めましょう。まずテスト用のファイルはこんな感じで動画や写真、スクショ、素材などが詰め込まれたファイルとなります。実際に保存するファイルなんかに近いんじゃないかな。1回目のファイルの書き込みを始めるとこんな感じ。初動は 4000MB 毎秒超えで書き込みが進んでいます。そこから少しずつ速度が低下し、3500MB 毎秒くらいで書き込み速度が安定しました。その後は終始この速度で安定していますね。かなり早いです。これで1度目の書き込みは完了。インターバルを空けて2回目の 500GB 分を書き込みます。少し書き込んだあたりで2度速度の低下はありましたが、その後は安定して 3500MB 毎秒付近で書き込みができていますね。この速度が出ていれば十分すぎるくらい、500GB のファイルなんてそうそう書き込むシチュエーションはないと思いますが、2回目の書き込みも完了しました。そしてインターバルを空けて3回目の 500GB の書き込み。こちらも先ほど同様 3500MB 毎秒付近で安定して書き込みが進んでいます。書き込みを眺めていると 345GB くらい書き込みが完了したあたりで速度が低下。ここからは速度の上下が激しく速くなったり遅くなったりといった挙動に変わりました。キャッシュが切れたり回復したりでちょっとムラを感じます。まあ、それでもスピードは結構早めだよね。ということで合計 1500GB の書き込みが完了。残容量も少なくなってきたのでここからは 100GB のファイルを書き込みします。もうかなり書き込んだのですが、キャッシュが回復すると速度はかなり速いですね。
こちらも 3500MB 毎秒付近で書き込みが完了。1700GB 目も書き込んでいきますが、一時的な速度の落ち込みはあれど、その後はまた 3500MB 毎秒付近まで回復し書き込みが完了。最後の 100GB の書き込みに至っては速度の低下もなしで完了しました。もう容量ギリギリまで書き込んでいますが、かなり高速ですね。テストしてみた感想としては、よほど大きなファイルを連続して書き込まない限り速度も安定していますし、速度が低下してもそこそこの速度は出ているかなといった印象。かなり優秀なストレージじゃないかなって感じました。 OS 用でもデータ用でも活躍できそうですね。ではここからはちょっとしたお遊び、この M.2 の増設カードを利用してレイド構築をしてみましょう。ということで、今回は初めて M.2 でレイド環境の構築をしてみたいと思います。マザーボード直差しでもレイド構築は可能なんですが、今回は M.2SSD の増設カードを使用してみようと思います。今回使用するのは M.2 が4枚搭載できるタイプ。これでレイドを組むとどれだけ高速なストレージが構築できるんだろう、そう思い今回は購入してみたんですが、4枚させるということはストレージも4枚必要ということで、担当者を説得し半ば強制的に頂戴してきました。やったぜ。ただこの増設カードを使用したレイド構築も SSD を追加すれば簡単に使えるわけではなく、 PCIe のレーン分割に対応したマザーボードや UEFI 上でのちょっとした設定が必要なんですよね。なのでレーン分割設定が可能なマザーに交換し検証をすることに。 UEFI 上の設定はそんなに難しくはなく、 AMD マザーボードの AMD PBS の設定項目のレーンコンフィグレーションをオートから分割に変更するだけ。これであとは保存すれば UEFI 上の設定は完了です。あとはこれを PC の ×16 の拡張カードスロットに挿し、 OS 上でレイドを構築していきます。 OS 上での作業はディスクの管理からストライピングかミラーリングで設定するだけ。これに関しては検索すればすぐにわかると思うので割愛。設定が終わると合計 8TB の大容量高速 SSD が構築できました。ではちょっと速度を見てみましょう。クリスタルディスクマークを実行してみた時の速度がこんな感じ。ランダムが通常より低下しましたが、シーケンシャルはヤバい速度。なんと Gen5 の M.2 の速度を大幅に超えました。この数値はやべえ。さぞかし転送速度も速いんだろうな。と域容量とファイルの転送を試してみると。通常の速度と変わらんかった。てか、そうだよね。細かなファイルが入ってるからシーケンシャルだけ速くなっても書き込み速度は大幅には変わらないよね。まあ、大容量の高速 SSD が手に入ったのでよし。では、そろそろまとめに入りましょう。ということで今回はエッセンコアクレブのハイエンド SSD、クラス C300 をレビューしましたが、適切なヒートシンク選びをすれば高負荷時でも温度は気にならないくらい低いですし、性能は Gen4 の M.2SSD としては上限ねいっぱいといった性能で申し分ない SSD でした。キャッシュが切れると速度に若干のムラはありましたが、キャッシュが回復すれば容量上限に近くてもかなり高速に動作してくれるのはいいなと感じました。価格も若干高いかな程度ですし、SK グループの会社ならよくわからないメーカー品よりは安心かと思います。保証も長いのがいいね。あとは長期的に使ってみてどうか？そこはメイン機に入れて実用してみようと思います。ということで今回はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。これは私が理想とする SSD に近い感じ。あとは速度低下時のムラがなければ最高かも。